か？今度はそう来たか。オタクとはまあ簡単に言えば好きなものを突き詰める人のことだ。わあ素敵です。好きなものというと例えば何でしょうか？そうだな、アニメとかアイドルとか鉄道とか特撮とか。メステリアにはあんまりそういう文化がないもんな。豚さんは何のオタクさんなんですか？俺はそうだな、自然と科学と技術を愛する理系オタクだ。理系オタクさんなんですね。私も何かのオタクになってみたいです。何がいいでしょうか？無理になるものじゃないけどな、まあ好きなものなら何でもいいんじゃないか。では私豚さんオタクになります。それってどういう。次回豚のレバーは加熱しろ第4話。豚の乗り方には注意しろ。動物の豚さんに興味があるだけですからね。